武勇の吉川元春、知略の小早川高影、この名高き仁王が助け合い、毛利は西国で最も強く大きくなった。二人亡き今、この力かつての仁王に及ばぬのは明白。大戦の火の粉の中で毛利の家を守り通すこの難題、解く手立てなどあるほか。石田と徳川、そしりは免れまいが、勝った方に組みするしかあるまい。